世界文化遺産への登録を目指している佐渡の金山をめぐり、推薦書に不備があるとユネスコから指摘されていることが分かりました。来年の登録は難しい情勢です。政府は今年2月、佐渡の金山について世界文化遺産の候補としてユネスコに推薦書を提出しました。しかし、複数の政府関係者によりますと、ユネスコから推薦書の不備を指摘され、協議を続けてきたものの、現時点でユネスコは諮問機関への推薦書を送付していないということです。政府は推薦書を再提出する方針です。政府はこれまで来年の登録を目指してきましたが、政府関係者は来年の登録は難しい情勢だと話しています。